こんにちは。今日はですね、私が最近やってるとかもずっとやってる大事な仕事前の小顔マッサージを紹介したいと思います。本当触り屋なんでパパパってやっちゃうんですけど、ちょっとは変わるかなっていう。本当はさ、こうやって首のストレッチとかやった方がいいって言うけど、もう続かないんだよね、めんどくさくて。でもやっぱ仕事前むくんでたりすると困るし、今日は大事な日だなっていう時はもうマッサージしてゴリゴリするので、その大事な日のやり方を紹介したいと思います。でね、まずはなんですけど、私はもう顔を洗う時にある最近ゲットした洗顔する機械があって、それがねめっちゃいいので、まずそれを使って洗顔をします。まず洗顔なんですけど、その最強の機械というものはこれなんですけど、これ洗顔する機械でもう3分で洗顔をできて、しかもこれ毛穴のクレンジングと EMS もついてて、これでマジで顔が引き上がるんですよ。これをね最近ゲットして最強すぎて毎晩やってるんですけど、大事な日のメイク前はこれで洗顔します。超簡単で、今日この洗顔なんですけど、このね泡立てるやつで洗顔、もう何でもいい泡の洗顔を泡立てて顔に、本当にね毛穴がめっちゃ綺麗になって、化粧のりも良くなるんですよ。全然泡立たないな。こんなもんでいいか。泡をねまず顔全体に泡をのせます。のせました。顔全体にのせたら、あとはこれをね使って、私はレベルマックスのレベル3なんですけど、これでもうゆっくりこうやって引き上げていくだけ。ほら EMS が効いてるの。これでもう洗顔と顔の引き上げもできるから、朝むくみとかある時は超いい。これしかもね、そんなめっちゃ高くない、ずっと使えるし、しかもこれなんか浸透ケアみたいなのもできるから、美容液浸透もさせれる。これねめっちゃいい。これをずっと引き上げるイメージで、これでねだいぶむくみもすっきりして、しかもこれ3分で終わるから、おしまい。そしたらもう顔を流すだけです。それだけでおしまい。これでねだいぶこうシュッとしたと思わない？わかんないか、違いわかるかな。でも肌の色とかもだいぶねすごいこういう感じになって、とりあえずまずこれで機械を使って顔を引き上げます。その後にマッサージします。そしたら、これはなんか気のせいかもしれないんですけど、いつも朝この朝パックしてるんですけど、サボリーノのね、これねやるとなんかすごい顔がシュッとする気がする。わかんない、そんな効果があるのか知らないけど、でこれ1分でいいから、このパックね。だからいつも朝はこうパックして洗い物とかして取っちゃうんだけど、このパックをしたらマジなんかさ、顔が引き上がる気がするんだよね。すっきりこうなんかグッて上げて、これで1分。保湿さ全部できてさ、超便利だなこれ。なんかすっきりする気がするんだよな、このサボリーノのパック。これはハーブティー。最近私はハーブティーにハマってて、しかもハーブティーのこれはミントティーにすごいハマってる。なんかミントティー飲むと口がすっきりして、なんか食欲を抑える。これでこの1分が経ったんで、これ取って、でマッサージします。これをまず染み込ませて、保湿クリーム、私このゼロイド、何でもいいんですけど、乳液でも。これでマッサージします。マッサージの仕方としては、まず私がいつもやるのは、このね目のね下のここをこうやってこうゴリゴリして持ってく、こめかみにでグリグリします。なんかエッセの人に言われたんだけど、この目の下にリンパがあるだかなんだかで、こうグリグリしてこうやって持ってくと顔すっきりしますよって言われた。でもやりすぎると赤くなっちゃうけど、ゴリ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 。そしたら私はもうここですね。ここもこうやってなんかこのなんていうの骨のところをこうやって入れ込むとゴリゴリっていうのよ。これもむくみだから潰すイメージでめっちゃブチブチ言うもん。むくんでない時は言わないもんブチブチ。だけどむくんでるからブチブチ言う。ここの耳の方に向かってゴリゴリ痛いゴリゴリする。聞こえるかなこのブチブチって音。聞こえてるかな。聞こえるわけないか。こうとにかくゴリゴリします。そしたら今度は顎なんですけど、私はここがもうすっきりしたいんですよすごく。だからここはいつもここはこのこっちの手は右手で左、左手で右でチョキしてここにもうなんか自分が美顔器になった気持ちでこれより持ってく。でこことかね、うん、ここすごいゴリゴリ言うからここにあ顎をここにはめるみたいな感じ。ほらなんか超すっきりしてない？これずっとやってると。で今度こっちもだーその無理しない程度で。そしたら今度は目元のこの部分をここね、ここを押します。押して押して押すみたいな感じで1、2、3流すみたいな感じ。押して押して押して流す。そうすると目がなんかすっきりしますね。押して押して流す。目がそれで最後首ですね。首ここ。首がね凝ってると良くないので、もうこれグーのここでグリグリ痛ー。最後に首流します。痛いよー。こっちもねなんか左の方が凝ってるな。リンパを流します。首から持ち上げて流す。首に流す流す流して、そしたらこの部分ですね、鎖骨のこの鎖骨の部分を押して。感じかな。いつもでもちょっとすっきりしたと思う。あとはここの鼻筋をね通したいからこうグリグリ小鼻のこうグリグリして鼻を縮める。よしできました。こんな感じで、ちょっと嫉妬したくない？ここら辺ちょっとなんだろう、目も開きやすくなるし、ここもちょっとまあねできることは限られてるんですけど、ちょっとむくんだ日に顔をすっきりさせる方法、こんな感じで私はマッサージして、大事な日の撮影に挑んでます。まあこれが本当に効くかどうかは分かんないです、自己流なのでなんですけど、もしよかったら参考にして一緒にやってみてください。ということでバイバーイ。